どうも、ウェダックスです。本日は、オリコの J10 という1テラの SSD、こちら紹介したいと思います。こちらの特徴は、価格が安いです。今、SSD かなりちょっと高騰してるんですけども、その中でも8000円弱で1テラバイトというね、なかなか、あのー、購入しやすい価格となってます。本体はですね、もうマザーボードの方に取り付けてありまして、こちらですね、オリコ J10 と書かれております。で、ベンチマークの方を見てもらいたいんですけど、 こちらですね。リードが3 2ギガとで、ライトが約2ギガっていうことなんですけど、まあ見てのとおり、特別めちゃくちゃ早いわけでもないんですね。で、ジェン3です。ジェン4ではありません。まあそのため価格が安いのもあるんですけども、ただ、故障値がですね、えー、と読み取りが3 5ギガで書き込みが2 8ギガとなっておるんですけども、かなり結果が遅かったんですよ。で、これなぜかというとですね、これ、まあ温度も見てたんですけど、この、 ハードウェアモニターで温度が分からなかったんですがかなり熱くなっておりますで本体の方にですねこれこちらの方にですねヒートシンクが最初から付属されておりますこれをつければですねそれなりに温度も下がってあのスピードも出るんじゃないかなっていう予想がつく感じとなっております、はい、今回はもうつけずに私普段あのテストするときこれつけないんで 今回もつけずにやっていこうかと思います。はい。それでですね、えー、っと、そうしたらですね、本格的にテスト、500ギガのファイルをコピーかけて、どれぐらいかかるかちょっとやってみたいと思います。今、コピーかけました。はい。そしたらですね、あの、特にすごいキャッシュが入ってるとか、DRAM がついてるとかではないので、 もう早速ちょっと遅めかなと思うんですよ。荷が切ってるんで。ただですね、このオリコさんっていうメーカー、あのー、日本にはまだ入ってきて間もないみたいなんですけど、結構老舗で15年前ぐらいからこういう SSDK を取り扱ってるメーカーさんで、で、ハイエンドのものはかなり良いものが出てるようですので、全然信頼できるメーカーさんなんです。 で、SSD に使われているナ度はインテル製で、で、コントローラーは、あの、カニさんですね。あの、カニのマークの、なんて、リアルテックですか。が、採用されておりまして、で、よく、あの、使われる、SSD で使われる組み合わせのようですね。で、その、安めの SSD の、その、仕様としては、それなりの仕様です。で、多くのメーカーさんが使われているような、 感じでですので安心して使えるのは使えるんですけどもあのご想像できるように TLC ではないです QLC でも5年保証がついてまして、えー、とちゃんとしたメーカーであるということなので5年間安心して使っていけるんじゃないかと思いますはい で、特徴なんですけど、超高速。読み取り速度3.5ギガ、書き込み2.8ギガと書いてあるんですけども、超高速というほど速くはないですね。で急速な放熱拡散。えっ、ー、と、ヒートシンクファンと熱シリコンパッドが付属しており、加熱により損傷の心配はありません。これは箱に入ってますので、これをつければ安心して使えるよということですね。今んところ速度落ちずに、あの、コピーは動いております。 で選択可能な複数の大容量。まあ、えっ、ー、と、2テラがあるみたいなんですけど、日本にはまだ1テラしか販売してないようです。はい。で、安全で安定、厳格なテストにより、データのセキュリティと快適な使用体験が保証されますということです。だから、QLC の旧大点の SSD だと思います。はい。だから、まあ、安心して購入できるんですけども、個人的にこれを C ドライブに使うのはどうなのかなと。 思っております速度が落ちましたね。はい。半分ぐらい。た、えー、多分200ギガちょっとぐらいをコピーした、えー。260ギガ。まあ半分ですね。半分コピーしたぐらいでキャッシュ切れを起こしておりますね。はい。これはこのまま待ってても永遠に遅い可能性があります。はい。まあそんな感じです。はい。ということをご理解いただいた上で。 購入を検討してくださいまあけど普通に使ってる分にはそんな500ギガもデータを使うことはないのでそんなに遅くなることはないですよ普通に使えます安心して買ってもらっても大丈夫ですただ QLC なのであの長寿命とは言えないと思いますだから5年保証をしっかり確認した上で購入していただくことでえっ、ー、とまあ多くの、えー、と SSD にね使われている仕組みですのであの他で安く買っても 内容的にはこんな感じなのとでメーカーさん自身は信頼できるあの長く運営されているメーカーさんなので日本に珍しいというだけで安心していいと思いますで今アマゾンで値段を見たら7980円で売ってるんですけどセールやともうちょっと安くで買えるのかなっていう感じはしてますんでセールの時を狙っていただければいいのかなと 思います。はい。で、まあ、本日また生配信ででも、こいつに、あの、フル書き込みした時にどれぐらい遅くなるのかっていうのは、あの、やっぱり恒例としていきたいので、ちょっとやっていきたいかなとは思います。はい。ちょっとね、この温度の情報が更新されへんのがちょっと不思議やなと思うんですけど、たまにあるんですよ。で、まあ、正直ハードウェアモニターの情報が本当に正確かというと、私は正直疑問を持ってるぐらいなので、 あんまり信用はしてないんですけど、ただですね、これ、ここね、実際指で触るとめちゃくちゃ熱いんですよ。めちゃめちゃ熱いんで、かなりの高温となっているので、付属しているヒートシンクというか、こういうやつね、は必ずつけた方がいいかもしれない。で、ちょっといいなと思ったのが、アクセスランプがついてますね。アクセスランプがついているのが結構便利。あのー、最近ハードディスクのアクセスランプとか、 いいてないんでねパソコンについてないものも多いので、これは結構便利かなと。ケースにも付いてなかったりするんで、その辺は結構いいかなと思ったりします。はい、だから、9大点、標準的に QLC でいいよと、使ってもいいよと、あとは価格でね、これを選びたいとか、D ドライブとか E ドライブとか、追加でちょっと 1TB ファイルの置き場所が欲しいなっていう方にとっては、いい選択肢なんじゃないかなと思います。 間違いなく普段使いではハードディスクとかよりは全然早いのでその辺は安心して使える SSD です。はい。ということで本日はこれにて終わります。ウェダックスでした。バイバイ。チャンネル登録よろししくお願いします。どうだったでしょうか、えー、っと ?SSD ですね。 えっと、格安だということを売りにしているようです。今のところ、あの、ネットで 1TB の SSD を安心して買える価格帯としては、このオリコの SSD はおすすめできると思います。 もしお金に予算に余裕があるんだったら素直に TLC のね、いいのを買った方が個人的にはいいかなと。あと、D、DRAM キャッシュとかちゃんとキャッシュが付いているものを選択した方がいいかなとは思いますが、あの、ま、あ大体こんなもんなんですよ。あの、昔私が普通に M.2 の SSD で普通に使ってたのは全部 QLC だし、 で仕様的にも特に変化はないのでこれが特別悪いわけではないのでその辺は安心して使ってもらってもいいですし私自身はこれを C ドライブで普通に使ってたりもします、はい、ただ人に勧めるかというと C ドライブではお勧めしないかなと D ドライブとか E ドライブとかゲームを入れる場所だとか、あのー、大きいファイルを置く場所に使うには全然 OK なものだと思います 私自身は思っております。その辺は、あの、個人、それぞれ思うことがあると思いますんで。で、えっ、ー、と、私以外の YouTuber さんも結構レビューされてますので、あの、ふわふわハードウェアさん、あの、細かくレビューしてます。ちゃんと QLC のチェックしたりとかですね、難度がどこ生だとか、そういうのも細かく情報がありまして、正直私の動画より、あの、よくわかると思いますんで、その辺を参考にしていただけた方がいいのかもしれません。はい。ただ、 この価格帯で購入できるということで、私の方はお勧めしときます。はい。2回目。あの、生配信でまたよろしくお願いします。ウェダックスでした。バイバイ。